にちは、プクです。気になる街の紹介をしていこうかなと思ってまして、結構ね3年ぐらい前に来てすごい可愛かったんで、ちょっと久しぶりに行ってみようかなと思います。ここはトイショップ、おもちゃ屋さんだ。はい、すごい可愛い。もうでもうちの子供たちはおもちゃで遊ばないからな。うちの子供がまだ小さかったら買っちゃうな。この木のおもちゃすごいもんね。実際いっぱいあって、もうほとんど人にあげちゃったりとかしてなくなってしまったんですけど、結構うちの子供たちはこうおままごと。あ、シルバニアだ。次のところに行きたいと思います。かわいいね。バービストロって書いてある。11時からだ。ちょっとここに行きたかったんですけど、ちょっとじゃあ他のお店回ってから来ます。街的にはね、そんなに大きくはないんですけどね。おしゃれなお店が多くてね、かわいい。スリッパ、はい、でもメンズ系には最高じゃないですか。手帳、
か和紙みたい。すごい日本風。コンパクトなエコバッグ、バッグ&バックパックだって。あれ日本語だ。結構なんかこう日本語が風呂敷、ジャパニーズ風呂敷だ。万年筆、老眼鏡、すごいシンプルでかわいい。あ、サングラス欲しいんだけどな。いや、かわいいね。ベルトない時計とかってどうするんだろう。かわいい。アルバム、水彩画のすごい、このお試しに書く紙がちょっといい紙すぎて、かわいい、すごいかわいい。私なんかこう男の人っぽいのが好きなんだよな。こんなこういう色とかがかわいいね。老眼鏡が非常におしゃれなんですけど、かわいい。お邪魔しました。マークが可愛い、もはや。すごい、この仕切りのにペイントしてあって可愛い。あ、新聞の新聞ってのすごいな、レトロな感じ。フェイスマスクしなきゃいけないサインがかわいい。かわいい子供服、これセール品27ドルなので、ちょっと入ってみます。もうちょっと子供いないから、子供いないとかも大きくなっちゃった。はい、これソキューかわいいな。でも、あ、時計かわいい。65ドル。いや、
私が歩くとミシミシ言う。かわいい。すごい。なんか清掃だけどずれないみたいな。かわいいね。そう、今年虎だからね。かわいいな。お邪魔しました。かわいい。シンプルそうですけど、またね、一旦終わりにしようかな。ちょっと長くなってしまったので一旦終わりにしたいと思います。ちょうどね、今一周回ってきたところになりますね。スタバじゃなくピーツコーヒーってとこがいいですね。また